ツルツル足音させないように歩いていく。ウィーバー先生、ちょっと動き的なことになるんですけど、はい、やっぱりこう日本の時でもそうなんですけど、先生のやっぱフォックスウォーク、あー、はい、キツネがさ踊る時にない、うんうん、キツネって足でポンポンポンって、うんうん、あれになんか先生の、ね、似てるっていうか、もうとてもその人間的な動きじゃない。視聴者さんも思うと思うんだけど、うん、なぜフォックスウォークをするのか、はい、戦いの中で入れる必要性があるのかっていうのをちょっと疑問に持ったんで、はいはい、ちょっとこう場所変えて教えていただけますでしょうか。はい、はい、本当はこういう靴を履くんですよね。わ、ツルツル。はい、こういうツルツルの、はい、そうするとあの足の動きにこう全体をして、はい、それで似通ったちょっとタクティカルをあのリボンでは履いてたと思うんですよ、はい、本当はこれでやった方が音がしないんですけど、はい、今日はちょっとこれ履いてるあれがないので、はい、まあ、これをちょっとあの視聴者の皆さんにはこういうのを履いてるってことです。あの山だったりあれだったりすると、はい、あのグリップがついてないんで滑るんですね。はいはい、はい、普通はこう、これこの3本もそうなんですけど、ツルツルなんで、はい、ちなみにこの溝がない理由っていうのは、要は足跡がつかない、足跡がつかないし、あと感情が出ない、グリップでこう動くのがこう多いんですけど、グリップを使わずに、これはよくやると思うんですけど、あの足音を立てないように動いていって、でこっちで荷重、こっちで荷重、荷重移動を立てていって、こう動いていく、その独特の。動きがこうあるんですけど、そのあたりが普通はこうステップワーク踏んだりとか音がするんですけど、音がしないように、なるべく悟られないように動いていくっていう。でさらにこの革履くとここにクッションがあるんで、さらに音がしないっていう、足をこう扇形の門のようにこう使っていって、足音をさせないようにこう歩いていくっていう。なるほど。あの戦いのあのステップっていうのは足音、そうそうそう、そしてその跡がつかないように情報を相手に悟られないようにしてたってことなんですね。そうです。だからリボンの映画でもこうユージさんがたくさん耳をアップで撮ってると思うんですよ音をやっぱり戦闘者って聞くんで、耳で聞いた時にこうとか音がするとダメなんで、とかしないようにこう背後に回るテクニックになります。はい、結局背後に回るってやっぱりね、あの戦闘だと結構やることだよね。要は足跡にさ、感情が普通の人ってあるわけよ、うんうん、いやあの雪降った時にね、足跡は残ってるだけじゃなくて、その人の癖の過重で感情が出てるんだよね、うんうん、あ、この人今滑ろうとし滑れそうなと止めたんだなって、それが全く感情がないっていう。だから武術家ってやっぱり情報が相手に悟られないために隠すけれども、戦闘者ももう本当足裏ステップワークから情報を踏み取られないようにしていると。だからこうやってあのこうアリスこう向き合ってる時も足のそう荷重移動がないから、足へのこの情報がないわけ、あ、足裏までこう上に浮かべてるというか、そうする時に先生が結構足でちょっかいして蹴ってたでしょ、はい、この膝から下ね、うん、うん、はいはい、そう、それはあれでしょう、読めないでしょう、この攻撃は。けどリアルでやってたけど、あの先生に褒めてもらいました、うんうん、よく俺が足を取りに行ったのを仕掛けたんです、かわしたね、よくかわしたんですよね。それはなんでかわせたの。いや、それはもう入ってたからね、ゾーンに入ってたね、あの時は。そうですね、そういう感じでしたよね、あの戦いは、あと覚悟と覚悟殺意を持って挑んでるから、そう
そこが働いたんだろうな。まあ、あの頃の俺のステップはそんなまだ上手じゃなかったから、はい、あれだったけどね、うん、じゃ今はもうインストールされてさらに強くなってる、うん、はい、はい、そう、さらに強い戦闘シーン見たいですか？それは劇場でワンパーセンターをご覧になってくださいということで、ワンパーセンターの進化を見れますから、はい、うん、最新戦闘術を極めたアクション俳優とジークンドーを極めた暗殺者、ワンパーセンター。今日ね、視聴者さんもびっくりしたと思うんですよ。あれ、あのラストシーンの戦ってた人は稲川義孝先生だったんだっていうこととやっぱりこのリアルアクション俳優坂口拓とタクチャンネルのタクちゃん、ああ同一人物だったんだ、じゃあもう一回リボン見てみようっていう気にもなったと思うし、よくこのね今引きにしますけれども、はい、映ってるじゃないですか、はい、これをねいつも視聴者さんから後ろにいるの何ってよくコメント欄にあったんですよ、はい、これ実はアビスが着てた衣装なんですよね。これはもうちょっとこの下半身がなく、はい、上は真っ黒くなってるんですけど、はい、これだとここハーフの、そうですね、ハーフのあれか、ハーフの2人で、はい、かけて、やってましたね、うん、ぜひリボンはなんか見てほしい、はい、先生が着られてたギリースーツです、ね、そうそう、ギリースーツ、はい、はい、本当はこれで出ようと思ったんですけど下がアクションができないんで衣装全部総特化し、本当はこの初期はこれでちょっと行こうと思ってた、はい、だから映画リボンの衣装って全部自前なんですよね、うん、そう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 ですね、そういうフォースリコンとかミリタリー専門のとこに納入してる方に全部作ってもらって、はい、タクさんが前着てたあの こっち2代目ですよね、2代目です、これはタクチャンネル仕様、そうですね、ワンパーセンターショーですけど、アメリカの、そうですね、あの、はい、特殊部隊のリーフ、特殊部隊のリーフを、うん、着て、やっぱりそれを着てほしいってことで、だからリボンだけじゃなくてこう人物を掘り下げるとまだまだ出てますから、タクさんアクションとか出てるし、はい、そういうのを掘り下げるとなんでここまで強くなったんだろうって師匠さんがこう研究していただけると、いろんなものを多分やられてると思うんで、 YouTuber の人なんだじゃなくやっぱ役者をずっとやってきて現代社会で合わせるこのオペレーションというか YouTube ってものでやっぱ自分の出てきた映画をやっぱ配信してると思うんで、そういうところもなんかこう見てる方とこう発信する側がリンクできると一番いいのかなって、はい、いろいろこう研究してほしいなって思いますね、はい、あくまでもそのリアルアクションの映画を見てもらうために認知度を高めるためにこの YouTube のタクチャンネルはしているわけですので、うん、はい、はい、ということでこのチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします、はい、はい、それはあれですね、ワンパーセンター、はい、ね、そう、本当そうですね、応援したい、うん、そしたらまあ、ね、ぜひよろしくお願いします、ぜひ買っていただいて、概要欄にリンク貼ってますから、はい、はい、これからもねたくさん、そうですね、映画のね宣伝、はい、もしくはまたいろいろな武術や、はい、戦闘術を習っていく、はい、応援したい、チャンネル登録ボタンの方もお忘れずによろしくお願いします、はい、はい、ということで、はい、ありがとうございました、どうもありがとうございました、ウィーバー。